競技場で一人集中する男性、水沼雄平さん27歳、走り幅跳びのアスリートです。軽度の学習障害がある水沼さんは社会人から陸上を始めました。短距離の選手として全国大会でも上位の成績を収めていましたが、3年前から走り幅跳びに転向。全国大会にも出場し、自己ベストは5メートル8センチです。父の勧めでこの競技を頑張ればメダルへ届くかなと言われて、頑張ってみようかなと思いました。新型コロナウイルスの影響で4ヶ月ぶりの競技場での練習です。久しぶりの跳躍だったため、思ったよりも記録が伸びません。もっと飛べるかなと思います。コーチを務めるのは障害者スポーツ指導員の資格を持っている水沼さんのお父さん、正明さんです。下向いてスタートしちゃうと目標が見えないので、しっかり見て、それには目標に向かってしっかりスタート。アドバイスを聞いたことで、先ほどよりも50センチ以上記録を伸ばすことができました。まだまだ伸びしろはあると思っているので、あとは本人の努力次第かなと。少しでもいい成績を取ってですね、本人が自信になればなというふうに思っています。僕にとってお父さんは大きい背中なと思います。時々反発し合うこともありますが、それでも僕の父なので尊敬はしています。水沼さんの思い出の場所へ、ウェルキャブステーションから出発です。今回紹介するのはシエンタ車椅子使用車タイプ3。助手席シートが手動で回転し傾き、乗り降りを優しくサポートします。到着したのは茂木町にある公園です。さらに奥の線路が見える場所へ向かいます。よく来てたんですか？はい、子供の頃は祖父がみんなを連れてここに連れてきています。10年前に他界した祖父の常雄さんです。水沼さんは幼い頃、常雄さんに連れられ、家族で真岡鉄道の SL を見に来ていました。ほら、来ました。間近で見るのは20年ぶり。水沼さんも大興奮です。見えるでしょうか、あちらが茂木駅の自慢の SL です。時代が違ってもです。SL は変わりませんでした。変わらない SL が懐かしい家族の記憶を運んできてくれました。全国大会に出場して記録が更新して、家族の皆さんにメダルを持ち帰りたいなと思っています。もっと遠くにメダルを目指して水沼さんは飛びます。